山形県佐賀市の毎回鈴木モーターズです。今日はですね、当店に車検と修理とカスタムのですね、この3つのてんこ盛りでご入庫したですね、車両がようやく完成いたしましたので、もうですね、毎晩工場長がですね、遅くまでこうなんとか出かしてくれて、本当にこう頑張ってくれました。はい。で、まずはですね、めっちゃかっこいいので一周ぐるっと回ってみてください。デカールも貼ったんですよ、このかっこいいデカールも。ちょっとこのステディルガルタって言うのかな、全然わかんないですけどすごい今知能の低さが現れましたね。いやでもですね、これあのびっくりなことに、先日ヨーロッパに新婚旅行行ってきたお客さんがいまして、そのお客さんが帰ってきてこのバイクを見たときに、これってあれらしいですよ、食品メーカーらしいですよ、ヨーロッパのがスポンサーしていると。珍しいですよね、食品メーカーがメインスポンサーなんて。二輪にですよ、しかも。やっぱりサッカーチームとかよくありますけどね、日本でも。あんまりこう食品メーカーが日本でスポンサー作ったらあんまりないですからね。昔はタバコついてましたけど。はい。で、何をやったかというと、車検まず2年取得しました。はい。で、車検整備はですね、当店ではブレーキフルード、ワコーズのブレーキフルードを前後新品に変えるのと、冷却水もワコーズの冷却水新品に変えておりますので、それを交換させてもらって、あとはエンジンオイルは当店はワコーズのを使っているんですが、もちろん料金は発生しますけども、お客様のご希望によって、例えばモチュールがいいとかっていうのがあればご希望に合わせてやれますの で今回はヤマデブっていうヤマハの純正オイルをですね入れました。で、エンジンオイルも新品に、純正品に交換して、プラグもですね、4本新品に。で、フロントブレーキホースがアクティブのステンメッシュに変わりました。黒い、かっこいいやつに。で、前変われば後ろも変わるということでですね、フロントブレーキホース変えたらリアブレーキホースも変えました。で、テールレンズがバルターモトっていうですね、このスモークのかっこいいやつに変わっております。はい。で、バックステップキット、WRS のバックステップキットですね。すごい、なんかもう、ブレーキホースも変えたから、カチッカチッっていうタッチになりましたね。はい、これにバックステップキット。で、あとはラジエーターホース、これですね、SS で変わってるとめちゃくちゃかっこいいんですよ、レーサーみたいで。で、見えないですけど、もう隙間からですね、このここから見えるかな、青いホースになってるの分かります？うん、これがですね、もちろんこう性能もいいんですよ、こういうのやると。冷却水の温度を下げたりとか、うまく保ってくれたりするいいやつなんですけども、見えないじゃんっていうなっても、この隙間がちらっと見るときかっこいいんですよ。はい。で、ブレーキレバーもジータですね、当店でこの大人気、僕が一番かっこいいと思ってるんですけど、はいですね。で、クラッチレバーもジータに変わっております。そしてフロントのスプロケット、あっちですね、見えるかな、見えないよな、見えないっすね見えないっすね。フロントのスプロケットもサンスターで、リアスプロケットもサンスターの黒いやつ、かっこいいですよね、うん、で、ドライブチェーンが EK のこの黒ゴールド、いやー素晴らしいセンスですね、センスがいい。で、LED ウインカー前後に変えました。これですね、ちっちゃいやつに LED です。で、あとは電圧計、デイトナの電圧計もここに見えますかね、取り付けしました。で、あとはハンドルグリップもドミノの純正品ですね。あ、ドミノの純正品じゃない、ドミノの社外グループに変えましたいい感じですね。で、あとはアーシングキットもですね、取り付けをしました。これはちょっと見えないですね。そしてフロントのアクススライダー、万が一の転倒時も安心のフロントのアクススライダー、これリアも付けました。後ろもこういう感じで付けました。で、あとはエンジンカバー、これ GB レーシングっていう全日本のレースでも使ってるレーサーいっぱいいるんですけども、頑丈なやつなんですよ。エンジンケースカバー、こっち側も付いております。エンジンケースカバーが GB レーシングのがついております。で、あとはラジエーターガード、どんどんいきますよ、めっちゃいっぱいありますからねラジエーターガード、はい、こっちもですね、かっこいいのがついております。スクリーン、 MRA のスクリーンこれですね、買いました。そしてデカール、このデカールキット全部ですね貼りました。まずアッパーカールもサイドカールもホイールもですね、こんな感じでデカールを。で、スイングアームですね、こんな感じでやって、もうレーサーマシンみたいな感じになってますね。かなりかっこよく、テールカールもついております。これが一番大変でした、これですね。もう工場長が1週間くらい毎晩でずっとやってましたね、かなり大変そうでした。まあこれですね、ステッカーなんですけども、あくまでもステッカーなので、
気にして適当に貼っちゃえばすぐ貼れるんですよ。でもそこはですね、お客様から金額をいただいている以上、プロとしての仕事をですね、しっかりとしようということで、もう完璧にやってくれました。はい、でレーシングフックスタンド、これですね、J トリップのこの商品を取り付けしました。はい、で反対側回っていただいて、ヘルメットロック、キジマのですね、ヘルメットロック、これですね、これも取り付けして、あとはレバーガード、右側のアクセル側のグリップなんですけども、ごめんなさいね、どんどん移動してレバーガードもですね、ヘビーフェイスの、これかっこよくないですか。いいっすよね、いいっすよね、今これ流行ってますからね。これよくお客さんから、まあこっち側ついてるじゃないですか。で、こっち側ついてないと、こっち側ついてないじゃないですか。まあベビーフェイスのバーエンドプラグがついてますけどね、見てください、これベビーフェイス書いてるんですけども、これなんですけども、レースに詳しい方は知ってるとは思うんですけども、普通に考えると、え、なんで右側ついてるんだって、左側レバーガードついてねえなって思うじゃないですか。もちろん左につけれるんですけども、右側だけしかついてない方が2なんですよ。はい、っていうのはですね、これはレースのレギュレーションでレバーガードつけてくださいっていう規則があるんですよ。レースでつけないと走っちゃいけませんみたいなやつがあって、なんでかっていうと、こうレースでフェーって走ってる時にマジでぶつかるんですよ、隣のライダーとかと。混戦で僕も何回もレース中ぶつかったことあって、もう吹っ飛ばされたこともあるんですけども、バーバーバーってぶつかるんですよ。でも挙句の果てにはもうグルムとかでそうなんですけど、グルム全国大会行くとみんなそんな感じなんですよ。もうわーってってここに来るのいるんですよ、いるの分かるんですよ。もうでそのまんまみんなで 5、6人並んで、こちゃこちゃして5、6人並んでコーナーに入っていくんですよ。でも最終ラップの最終コーナーとかはそこを制した人が勝ちじゃないですか。なのでみんな、いやブレーキングポイント来てんだけど、みんな止まらないんですよ。でみんな、え、どうしたどうしたみたいな感じで、でも隣の人からこうやってやるんですよ。もう足ガンガンガンとかこうぶつかってくるんですよね。でそれをうまくかわしつつも制しつつもコーナーを制した人がフィニッシュするというような感じなんですけど、めちゃくちゃぶつかり合うんですよ意外と。でぶつかった時にブレーキレバーに接触しちゃうと、隣のライダー、自分がこう運転してて隣のライダーぶつかってきて、ブレーキレバーをガンって押さえたりすると大変なことになりません？ジャーンって転びますよね。だし昔レースでもあったんですけど、最近でもありましたね、隣のライダーのレバーをこうやってやるんですよ。まあ乗ってるライダーからしたら左グリップって何もないからアクセルさえ開けておけばいいじゃないですか。なので左手フリーになった状態で隣の人のブレーキレバーこうやって引くんですよ、っていう事故もあったんですよ、すでに何件も。なのでそれを防ぐ目的で、接触してもブレーキが入力されない目的でこちらだけついてると。じゃあクラッチもつければいいじゃんってなるんですけども、別に走行中クラッチをこう切られたところでそんなにっていう、まあ危険ではないっていう、まあ危険じゃ危険ですけども、まあとりあえずブレーキはレギュレーションしようということで、レーサーマシンはですねよくついてるんですよ。まあよくついてる、必ずついてるんですよ。なのでこっち側ついてない方が、あ、この人レースのこと分かってるなっていう、逆にこっちもついてるとこの人ちょっと分かってないのかなっていうような感じになっちゃうので、もちろんあっち側だけ。はい、で、あとはエアーエレメント、BMC のエレメントも変えました。中に入って見えないですけど、あとは USB ワンポートですね。それに合わせてトップブリッジのこのナットも締めて、ステーもつけて、ここにワンポートをつけております。そうすればスマホホルダーもつけれますからね。はい。あとはバッテリーも新品、GS リアさんの新品にして、あとは各部、仮のグローブとかのタイヤとかあったんですけども、全部つけて、あとは修理ですね。水温があるとスターターかかなくなるとかっていういろんな症状があったので、まあ主にフュエルホースとか、スターターリレーとかいろんなところが、結局ダメだったので、それ全部変えていってですね、修理の方完了しました。はい、そんな感じですかね。かなりカスタムをさせていただいて、かっこよく、さらにかっこよくなりましたね。はい、じゃあそんな感じで YZF R1 のカスタム、そして修理&車検のですね、ご紹介でした。